何かおすすめの面白い本ってあります？というあなたにぜひおすすめしたいのがこの一冊、又吉直樹第二図書係補佐。火花で芥川賞を受賞した又吉さんがおすすめの本について教えてくれるワクワクする一冊です。紹介されている本にちなむようなちなまないような又吉さんのエッセイ、その文章が面白くて紹介されている本に興味が湧いてくる。私も現代文学全然わかんないんですけど、読んでみたい本がすごい増えました。読書してみたいんだけど何から読んだらいいか全然わからないなという方にはぜひおすすめの一冊です。次なる一冊への出会いがたくさん詰まっています。